麻生太郎がクレー射撃の日本代表選手だったことを知っていますか？今回の動画では、政治家としてだけでなく、多彩な経歴を持つ麻生太郎さんの人生に迫ります。1940年に福岡県で生まれた麻生さんは、大学卒業後に海外留学を経験し、帰国後は実家の麻製産業に入社。その後、麻生セメントの代表取締役に就任し、1976年にはオリンピックに出場するなど、驚きのキャリアを持っています。政治家としてのキャリアは1979年に始まりました。地元福岡の選挙区から衆議院選挙に初当選し、以来数々の重要な役職を歴任してきました。特に注目すべきは、2008年の自民党総裁選での勝利と内閣総理大臣への就任です。しかし、その後の総選挙での大敗により内閣総辞職に至るも、麻生さんは政治活動を続け、日本の政治舞台で特別な存在感を放ち続けています。麻生太郎さんの資産についても見逃せません。公開された資産は6億円を超えますが、実際の資産価値はそれ以上と言われています。彼が所有する渋谷区上の山町の豪邸や、地元福岡県の大豪邸など、そのスケールは圧巻です。さらに、彼の家族や子供たちについても詳しく紹介します。息子の麻生正弘さんと娘の麻生綾子さん、それぞれの華やかな人生も見どころです。この動画では、麻生太郎さんの経歴、政治活動、そして驚きの資産について深く掘り下げます。ぜひ最後までご覧ください。それでは麻生太郎さんの家族と出会いについてから始めましょう。麻生太郎さんの妻である麻生千佳子さんは、元内閣総理大臣である鈴木義行さんの娘です。麻生太郎さんと麻生千佳子さんが初めて出会ったのは、鈴木義行元総理の自宅でした。鈴木義行元総理は内閣総理大臣として在任中、たびたびは若手議員を自宅に招いて懇談会を開いていました。その懇談会の席に出席していたのが、当時40代の麻生太郎さんでした。麻生太郎さんは議員でありながら、ちょい悪な雰囲気もあり、非常にイケメンだと話題になっていました。その雰囲気に惹かれたのが麻生千佳子さんでした。二人が会話するきっかけとなったのは、鈴木義行元総理の奥様が出した料理を食べることができずに困っていた麻生太郎さんを、麻生千佳子さんが助けたことでした。この時、麻生千佳子さんは無理に進めるのは悪いと思い、麻生太郎さんのことをかばったそうです。この出来事がきっかけで、二人の間に交流が生まれました。当時の麻生千佳子さんを見て、麻生太郎さんはまるで天使が現れたように感じたといいます。こうして二人は親睦を深めていき、交際へと発展しました。その後、1983年1月3日に麻生太郎さんと麻生千佳子さんは結婚しました。当時、麻生太郎さんは43歳、麻生千佳子さんは33歳でした。時代背景を考えると少し遅めの結婚だったと言えるでしょう。また、麻生千佳子さんはドレスの着こなしがおしゃれだとたびたび話題になり、麻生太郎さんもコートやハットをかっこよく着こなすことで知られていました。二人は夫婦揃っておしゃれで、共に趣味や感性が合うからこそ、互いに惹かれ合ったのかもしれません。麻生太郎さんの家族には皇族との関係があります。実は、麻生太郎さんの妹である麻生信子さんは、日本の皇族の一人である寛仁親王と結婚しています。寛仁親王は麻生信子さんの夫であり、この関係から麻生太郎さんは皇族とつながりがあるとされているのです。麻生信子さんはもともと、麻生信子殿下と呼ばれており、彼女の結婚によって麻生家は皇族との関係を持つようになりました。次は麻生太郎さんの資産と豪邸についてです。麻生太郎さんは政治家として知られる一方で、その莫大な資産と豪邸についても多くの注目を集めています。麻生太郎さんの父親は麻生セメントの会長である麻生孝吉さん。母親は第45代内閣総理大臣の吉田茂さんの長女である麻生和子さんです。このような家庭背景から、幼少期から高度な教育を受け、多くの資産を持つことができたのです。麻生太郎さん自身も巨額の富を持っており、国会議員資産公開法に基づき2021年に公開された資産は、
6億1417万円でした。しかし、地元福岡県で財閥の御曹司として知られる麻生太郎さんが、総資産6億円というのは少し疑わしい部分もあります。実際に、麻生太郎さんが所有する東京、渋谷区上野山町の豪邸は、その一例です。この豪邸は、土地面積2500平方メートルもあり、土地の評価額だけでも推定50億円とされています。このため、実際の資産は公開されている金額を大きく上回る可能性があります。渋谷区上野山町の豪邸は、まるで軽井沢にあるような立派な建物です。この豪邸は東京の中心部に位置しており、土地の評価額だけで50億円とされています。さらに、この豪邸の他にも麻生太郎さんは地元福岡県にも大豪邸を所有しています。麻生太郎さんの実家は福岡県飯塚市にあり、JR 飯塚駅の近くに位置しています。この実家も非常に大きな敷地を持っており、年に数回一般公開されているため、一般の人々も敷地内に入ることができます。福岡県の実家は本邸と大浦邸に分かれており、閲覧できるのは大浦鎮のみです。建物全体はまるでお城のような造りになっており、大正末期に建てられたと言われています。敷地面積は約3万坪で、東京ドームの敷地面積が約1万4217坪ですので、その2倍以上の広さを誇ります。このような巨大な敷地内で、移動するだけでも大変なレベルの大豪邸です。麻生太郎さんの資産は不動産だけではありません。彼はまた、莫大な金融資産も所有しています。これらの資産は国会議員の資産公開においては、一部の預金が対象外とされるため、全てが公開されているわけではありません。麻生太郎さんが所有する土地や建物の評価額は、固定資産税評価額を採用されることが多く、これも実際の資産価値を過小評価する要因となっています。麻生太郎さんの資産についてさらに調査すると、彼の総資産は50億円以上に達する可能性が高いことがわかります。このような背景から、彼は日本国内でも有数の富豪政治家として知られているのです。次は麻生太郎さんの子供たちについてです。麻生太郎さんには2人の子供がいます。長男の麻生雅弘さんと、長女の麻生綾子さんです。麻生雅弘さんは1984年に生まれ、幼少期から慶応義塾のエスカレーター式教育を受け、慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスを卒業しました。大学卒業後は地元福岡に戻り、トヨタ自動車に就職。その後、麻生グループの関連企業で役職を務めるなど、父親の影響を受けながらも自らのキャリアを築いています。また、株式会社エストーンを創業し、経営者としても活躍しています。さらに、麻生太郎さんと同じく、日本青年会議所の副会頭に就任しました。麻生太郎さんも1978年に同じく日本青年会議所の会頭を務めており、親子2代にわたっての会頭就任は一つの家族の伝統とも言えるでしょう。一方、長女の麻生綾子さんは1988年に生まれました。綾子さんは精神女子学院を卒業後、東京大学文学部に入学しました。その後、東京大学を卒業し、イギリスへ留学しています。留学を経て、フランス人と結婚し、現在はフランスに在住しています。麻生綾子さんの名前を検索すると、モデルというキーワードが出てくることが多いのですが、特にモデルとして活動していた過去はないようです。しかし、東京大学を卒業し、海外留学を経験した後に国際結婚をするという派手な経歴は、麻生太郎さんの影響を受けたものであることは間違いありません。麻生綾子さんは、父親譲りの華やかな人生を歩んでおり、その生き方は多くの人々に注目されています。彼女の結婚相手であるフランス人は、麻生家の国際的な広がりを象徴する存在とも言えるでしょう。麻生綾子さんの生活は、麻生家の伝統と現代のグローバルな時代を反映したものであり、その独特な経歴は多くの人々の興味を引きつけています。麻生雅弘さんと麻生綾子さん、二人の子供たちはそれぞれの道で成功を収めていますが、その背後には父親である麻生太郎さんの影響と支援があります。
麻生太郎さんの子供たちは彼の財産や地位だけでなく、その強いリーダーシップと広い視野を受け継いでいます。彼らの今後の活躍もますます注目されることでしょう。最後は麻生太郎さんの経歴と政治活動についてです。麻生太郎さんは1940年9月20日に福岡県飯塚市で生まれました。幼少期から高度な教育を受け、大学卒業後には海外留学を経験しました。帰国後、実家の麻生産業に入社し、1973年には麻生セメントの代表取締役に就任しました。同時期には並行してクレー射撃の日本代表として、1976年のモントリオールオリンピックに出場するという異色の経歴を持っています。1979年には地元福岡の選挙区から衆議院選挙に初当選し、政治家としてのキャリアをスタートさせました。その後、1983年の総選挙で一度落選しますが、1986年には復帰し、それ以降現在に至るまで連続当選を果たしています。1996年には初入閣を果たし、2001年には自民党総裁選に初めて立候補しました。麻生太郎さんが大きな注目を集めたのは、2008年の4度目の自民党総裁選での勝利です。この勝利により自民党総裁に就任し、同年9月24日に内閣総理大臣に指名されました。しかし翌年の夏の総選挙で自民党が民主党に大敗したため、2009年9月に内閣総辞職となりました。それでも麻生太郎さんはその後も政治活動を続け、特別な存在感を放ち続けています。麻生太郎さんの政治活動は多岐にわたります。財務大臣や副総理としても長期間にわたり重要な役職を務め、日本の経済政策に大きな影響を与えてきました。特に財務大臣としての任期中には、国内外の経済問題に対処するための数々の政策を打ち出し、その手腕が評価されています。麻生太郎さんはまた外交面でも活躍しています。彼の国際的な視野と語学力は日本の外交政策において重要な役割を果たしてきました。彼は多くの国際会議や交渉に参加し、日本の立場を強力に主張する姿勢で知られています。彼の外交手腕は国内外で高く評価されており、その影響力は現在も健在です。政治家としてのキャリアを通じて、麻生太郎さんは数々の功績を残してきました。彼の経歴は多岐にわたる分野での活躍を示しており、その影響力は日本国内にとどまらず国際的にも広がっています。彼の活動は政治、経済、外交と多岐にわたり、日本の未来に対する貢献は計り知れないものがあります。本日の動画はいかがでしたか？麻生太郎さんの知られざる経歴や彼の豪邸、そしてその家族についての詳細をお届けしました。麻生太郎さんの人生は多くの人々にとって驚きと興味を引きつけるものであり、その背景には多くの歴史と物語が詰まっています。この動画を見て、麻生太郎さんの新たな一面や彼の資産についての意外な事実に驚かれたのではないでしょうか。また彼の家族、特に息子の麻生正弘さんと娘の麻生綾子さんの活躍についても多くの方が興味を持たれたことと思います。彼らの華やかな人生やそれを支える麻生太郎さんの存在が、より一層彼の人物像を深めてくれました。視聴者の皆さんは麻生太郎さんについてどのような感想を持たれましたか？ぜひコメント欄であなたの意見をお聞かせください。また麻生太郎さんのどのエピソードが特に印象的だったか、あるいは彼についてもっと知りたいことがあれば、ぜひ教えてください。私たちのチャンネルでは今後も麻生太郎さんに限らず、さまざまな著名人の知られざるエピソードをお届けしていきますので、楽しみにしていてください。最後に、この動画が気に入っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。あなたのサポートが私たちの活動を支えてくれます。また新しい動画の通知を受け取るために、ベルのマークをクリックしておくこともお忘れなく。これからもあなたにとって興味深いコンテンツをお届けしていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。